受験生の皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。今回は、英文法基礎講座、第12回として、状態動詞と動作動詞について、解説します。では、始まり。英文法基礎講座第12回、状態動詞と動作動詞について解説していきます。はい、まず状態動詞について具体的な例を見ていきます。1番の例文、 This is a long pencil。 これは長い鉛筆です。 is というのが状態動詞なんですね。2番、 He has an old car。 彼は古い車を持っている。 has も状態動詞です。 3. She likes apples。 彼女はリンゴが好きです。 likes も状態動詞。4. We live in Kyoto。 私たちは京都に住んでいる。 live が状態動詞。5番、 I belong to the music club。 私は音楽部に所属している。 belong が状態動詞。おそらく高校受験レベルの問題集参考書によく出てくる単語で、 belong to というふうに学習しているはずです。6番は高校生だったら当たり前の単語なんですが、He resembles his father。 彼は父親に似ている。ところで辞書で確認しようと思うのですけれども、辞書の説明にはですね、状態動詞という言葉は使われていなくて、進行形不可というふうな説明がついています。はい、ということで状態動詞とは何かって言われたら、一つ一つ覚えていただくのがいいのですが、ざっくり言うと、進行形にすることができない進行形不可の動詞のことなんです。で、ところがですね、have についてジーニアス英和辞典で調べてみますと、他動詞の用法として2番目のところに、SVO、犬などをペットとして飼う。で、進行形不可って書いてあるんですね。すると7番の例文のような、He has a dog っていう例文の意味は、彼は犬を飼っているです。これ全然問題ないんですが、全く同じ have の意味をたどっていきますと、11番目に同じ SVO で、人が物を食べるとか飲むという意味がありまして、この場合、進行形かなんですね。この進行形かというのはどういう意味かというと、白い文字で私が追加の説明を書いてみたのですが、状態動詞ではなく動作動詞って意味なんですね。動作動詞は実は進行形にできる動詞のことで、8番の例文は内容がちょっと変なんですが、無理やり作ってみると、He's having a dog。 彼は犬を食べているです。飼っているという意味で使いたければ進行形不可なので、7のように書かなければいけません。そこを勘違いして、進行形にしてしまうと、彼は犬を食べているという意味になってしまうのです。はい、ちょっと特別な場合について説明したんですが、もう一つ特別な場合がありまして、今度は辞書ジーニアス英和辞典でリゼンブルという単語を調べてみます。するとですね、他動詞で人物ことが人物ことに似ている。で、語法の中の2番目に、進行形は通例不可だが、普通は進行形は不可だ、つまり状態動詞って意味なんですね。だが、推移を表す場合はか、進行形かって意味なんですね。これは普通に考えたらどう考えても状態動詞なんですが、推移を表す場合は進行形か、いろんな参考書に載っている特殊な動詞なんですけれども、で、リゼンブルぜひ、理解していただきたいです。例文を3つほど見ていただいて、9番、 He is resembling his father。 これはですね、不可なんです。 resemble は普通は進行形にできないので、先ほどお見せした6番の例文のように、 He resembles his father、 彼は父親に似ているとしなければいけません。ところがですよ、10番のように、He is resembling his father more and more as the years go by のように、推移を表す表現がくっつくと、進行形にしても構わないんですね。
意味は、10番の意味は、彼は年とともにだんだん父親に似てきているです。ですから、状態動詞が 100% 進行形不可かというと、そんなこともないんです。ただ、大学入試レベルで言いますと、このリゼンブルについて理解していれば、ほぼ大丈夫だと思います。はい、ここからですね、状態動詞と現在完了の関係について少しだけ説明します。状態動詞を現在完了形に使いますと、基本的には継続用法になります。11番の例文、He has been tired. 彼はずっと疲れているですね。もちろん例外ありまして、12番の I have never been to Paris. これは経験用法。中学3年生で勉強すると思うのですが、Have been to はどこそこへ行ったことがあるとかですよね。今は否定文で、私は一度もパリに行ったことがありません。あと、Have been to についてはもう一つ用法がありまして、13番。I have been to the station. これは完了用法で、私は駅に行ってきたところです。ちょっと been はかなり特殊なので、どうしてもそこの説明をしたかったんですが、状態動詞の現在完了は基本的には継続用法ということになっています。さて、次はですね、動作動詞なんですが、動作動詞は進行形がかということで。14、He studies English every day. 彼は毎日英語の勉強をする。日常的な習慣として毎日英語を勉強するというんですね。15番はその現在進行形で、He is studying English now. 彼は今英語を勉強しているところです。ところで、一部の動作動詞はですね、現在完了継続用法の場合に意味が混乱する、混乱してしまう受験生がいます。16の例文を見ていただいて、He has studied English for 6 years. これは中学生も勉強する英文なのですが、意味は彼は6年間ずっと英語を勉強しているって意味なんです。ところで、高校生になりますと、17番のような、これ、現在完了進行形というのですが、そういう英語も勉強します。He has been studying English for 6 years. 意味実は全く同じなんですね。なぜこんな意味が同じ英文が2つもあるのか、そこの事情についてあまり詳しく説明しないことになっているので、混乱していませんかっていう意味なんですが。はい、それでは種明かししますが、16番の英文、He has studied English for 6 years は、中学生に教えるときは、have プラス過去分詞ですよね。for 6 years がくっついてますね。for なんとかとか、since なんとかがついてると、現在完了は継続用法なんです。ということで、意味は彼は6年間ずっと英語を勉強しているっていう継続用法ですって教えてしまいなんです。しかしですね、これはちょっと嘘が入ってまして、現在完了の継続用法というのは本来、have プラス状態動詞の過去分詞なんです。動作動詞である study は、本当だったら継続の意味を表したければ、現在完了進行形を使わなければいけません。have プラス been プラス ing 形です。しかしですね、中学校ではですね、もう現在完了進行形を教えなくなってしまっていたんですね。最近また見直しが行われていますが、ずっと中学生には現在完了進行形は教えないっていう年数がとても長かったので、苦肉の策として、特殊な動詞を用いて、実は study は特殊な動詞で、have プラス過去分詞の形で、動作動詞なんですが、継続の意味にも使えるという特殊な動詞だったんです。その study を使って、16のような例文で動作動詞の継続を教えていました。で、高校生になるとですね、現在完了進行形というのを勉強しまして、その単元ではおそらく17のような例文で勉強します。He has been studying English for 6 years.
で16番と比較してこういう事情があったので今までは16番のような英語を使っていた人が多いと思うのですが、高校生は大学受験のことを考えるんだったら17のような現在完了進行形を使いましょうと高校の英語の先生方がはっきり言えばいいんですが、そこの事情をあまり詳しく説明しないまま単に現在完了進行形を教えている場合が多いんだと思います。ということで受験生が混乱しているのです。いかがでしたでしょう。混乱はありませんでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。